ようこそ、ナルニーです。豚鳴き振動、豚鳴き動き、豚鳴き編集によって、かつてないサクサク感を味わってもらうぜ。さて、今回は前回の続き。キャンプに到来したリッパーたちをボコボコにしていきましょう。肩甲骨にナイフ刺さってますよ。抜いてあげますね。初心説、運動エネルギーを悟りに変換。この振り上げ頭にぶつけりゃ、ラムアミラ仏の音がする。そうか。さて、後ろから銃で撃ってきてる不届きなリーパーたちがいるようだ。フリーカーになりたいなら、そんな軟弱なものを使ってる場合じゃないぞ。まあいい。神エムを見せてやる。よし、銃から弾は出るな。オッケーだ。撃とうとした時に弾が出なかったら困るからな。飛んでる弾というのは実は地球の自転の影響を受ける。目標との距離が空いてる場合は一発目で軌道の修正を計算して二発目で当てる。今実演してるのはスナイパーのテクニックだからよく覚えておく。ただね、今日はコリオリ効果の影響が強く出る日みたいだからね。うん、直接切りに行こうね。まあ大切なことはね、ケースバイケースで動くことだからさね。さて、この中にね、フリーカーが立てこもっているようなんでね、警戒されないようにね、しっかり入りましょうね。ます佐川急便です。煙幕持ってきました。荷物その辺に置いときますね。ついでにその辺で拾ってきた石もやるよ。お客様、静かに。静かに。ニコールを知ってる。いいか、西にある橋まで行って見張り台の上にいるニコールを手伝い、リッパーが沼地から来ないよう見張るんだ。いいな。分かった。あなたのおかげで助かったわ。はい、ちょっと人質の人たち体調悪そうですね。花粉症かな。じゃあね、一刻も早くね、ブーザンのとこに行きましょうね。残念そうだな。ブーザンはどこにいる。スキッツォ、どうなってんの。スキッツォならブーザンと一緒に、うん、どこ行った。デイコ、リッパーが診療所を襲おうとしてる。すぐそっちに行く。待ってろ。デイコ、はい、診療所の方がやばそうですね。ちょっと行きましょうか。どうやらアディが取り残されてるみたいだからね。あ、それから新しくスキルゲットしたんだけど、石を投げて敵に当てると敵がひるむっていう、そういう新しいアビリティをゲットしました。これがあればね、いろんなことができるよっていうね。というわけで残りのリッパーをチャキチャキ片付けていくぜ。オールクリア。早速アディに合流しよう。早く話しな。お願い、やめて。迷いし、もろえ。リコ、やめて。リコさん、構えてるのショットガンですよ。多分それ、アディも死ぬ。火を下ろせ。停戦だ。終わったんだ。どうして外に出たの。誰かが叫んでて、見殺しにできなくて。おい、待て、待ってくれ。今のは何だ。終わったんだ。アイアンマイクが停戦を取り付けた。何、どうなってんの。確かめに行くぞ。大丈夫ね。ごめんね、本当にごめん。私も悪かったよ。はい、どうやらね、とりあえずみんな無事だったようです。マイク、これはただの誤解なんだ。あいつらはただ襲撃を受け、仲間が殺されたんだぞ。誤解で済むと思うか。マイク、手を破ったのはそっちだろ。我らの立ち出は分かるはずだろ。どうい、嘘を抜かすんじゃない。マイク、聞いてくれ。取引したんだ。おい、待て。何をした。武器を下ろせ。抑えろ。その取引について聞こうか。チキショウ、待てよ。早く言えよ。俺たちを奴らに売ったんだろ。俺にどうしろってんだ。おい、スキッツォ、さっさと話さねえと喉をかっきってやるぞ。わかった、話す。カルロスと取引した。いいか、マイク。でも俺はキャンプを売ろうなんて思ってない。本当だ。あの二人、こいつとブーザーだけさ。カルロスの望みはそれだけだ。お前の取り分は。キャンプを救うためだ。奴が破った協定を元に戻そうとしただけだ。マイク、デーコン、無事で何よりだが、そいつを話してやれ、デーコン。よし、それじゃあ取引の話は本当なのか。悟りし者は嘘をつかない。ああ本当だ。そうか、ならディーコンとブーザーをお前たちに引き渡したらロストレイクから手を引くんだな。安らかな眠りを約束しよう。教祖様の
約束か。全てを悟った者の言葉は絶対か。おい待て、今は休戦中のはずだろ。何が休戦だ。ここは俺のキャンプだ。俺の仲間に手を出してから血まみれの約束を掲げて要求を通そうだって、そうはいくか。お前がなぜこの二人にこだわるのか事情は知らないが、二人を渡したりはしない。マイク、頼むと違う。いや、そんな約束俺が知ったことか。追加条件は受け付けない。さあ仲間を連れてロストレ行くから出て行け。出なきゃ一緒に死ぬだけだ。今ここでな。協定は継続だ。ずっとそのつもりだったが。ぶっ殺してやる。ブーザー。よし、こいつらをキャンプの外まで連れてけ。これで終わりじゃねえぞ、カルロス。次が楽しみだ。ディーゴン、早くどけ。どくんだ。マイク、な、聞いてくれ。出ろ。交流しておけ。いや、こいつは俺が。おい、やめろ。お前たちはいくら言っても聞きやしない。ここではそういう野蛮なやり方はさせないぞ。命を取引することも無残な人殺しも断じて許さんからな。早く連れてけ。話せ。奴にはこれから公正な裁きを受けさせる。秩序を乱した報いだ。俺は間違ってねえ、マイク。絶対にな。ちくしょう、俺はこのキャンプを救おうとしたんだ。リッパーは襲ってくる。カルロスは止まらねえぞ。聞いてんのか、止まらねえからな。スキッドな。うん、まあ動機はわからんでもないけどね。あいつの正体、うん、ジェシーだ。ああ、この世の終わりにカルトリーダーやりながら俺たちへの復讐を企んでたらしい。ムカつくクソ野郎だな。まったくだ。奴は前から俺たちのことを知ってたみたいだ。クレイジーウィリーで襲われたのも偶然じゃない。スキッズは俺たちは撃ったんだな。道具に連れてかれた。首をへし折ってやる。今スキッズのことはほっとけ。まずはリッパーどもだ。火炎瓶と弾薬をあるだけ集めろ。何考えてる。どうせまた無茶するんだろ。ああ、その通りだ。でもやるしかない。俺は爆薬とスキッズの部屋から銅爆栓を取ってくる。橋で落ち合おう。説明はその後だ。なあ、やれるか。もちろんだ。さあ、これから2章の最終局面。因縁のリーパーに肩をつけようじゃないか。まあその前にスキッゾを煽りに行こうか。よスキッゾ、新しい部屋は気に入ったか。ディーコン、なあ、お前なら分かってくれるだろう。俺を売っといて慣れ慣れしくすんな。でもやっ、なんなら九郎様3人分くらい守れるやろ。ディコン、違うんだ。恨みなんかない。分かってくれ。仕方なかった。マイクに伝えてくれ。俺はキャンプを救おうとしただけなんだ。それだけなんだよ。ああ、伝えておくさ。お前が有罪になったら俺に始末させてくれってな。夜中に俺とブーザーで縛り上げて大軍の来る高速道路にお前を置き去りにする。ディーコン、俺の話を聞いてくれ。どんな気分だろうな、生きたまま食われるのは。ディーコン、俺はカルロスとリッパーを止めたかったんだ。俺たちのキャンプを守ろうとしたんだよ。そうだな、もう有罪かどうか関係なしにやっとくか。じゃあな、スキッド。あれだよね、ちょくちょくリーコーさんも鬼畜だよね。そしてあの、うん、何よりもあのスキッゾがオオカミさんと同じ声優さんって信じられないんだけど。うん、スキッゾな、あの面の皮の厚さで足の守れそうだね。この腕、アディに見てもらわないとな。感染だけは絶対にさせねえ。
はい、ディークさんの腕だけね、ちょっとアディに見てもらいましょうか。うん、カルロスに焼かれちゃったからね。ああ、ダメ、もうこんなの無理。大丈夫だ、一体どうした。私はただの獣医だよ。動物の治療とかひづめの治し方しか習ってない。これがひづめに見える。アディ、落ち着け。ブーザーに起きたことを見てたでしょ。これ以上できない。おい、怪我人があまりに多くてたくさん死んでいく。アディ、リコン、私は医者じゃないんだよ。それでも頼れるのはアディしかいないんだ。はい、実はまさかのアディ医者じゃなかったっていうね。うん、ただもう頼れる人がアディしかいないからもう仕方ないよね。うん、医者じゃなかったのかアディ。はい、ついにね、次は第2章の最終局面、因縁のリーパーたちにね、決着をつけに行きます。気になる方はぜひチャンネル登録を。以上、ナルニーでした。